お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領の鋭はよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここの鋭を倒したのか。一体どうやったんだ。ヘッ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。鋭を仕留める絶好の機会だったから。それでその鋭はどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが淡くて逃げ出しやがった。逃げた？鋭は？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが皆さん、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭の力を甘く見ないのに。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを。黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも貴様まさかその女がお気に入りなのか。くっ、よせ。デダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ。変節者め、この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おお、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はあんただ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。